あ、当たってる。えい。でかたぬき。よいしょよいしょ。よっこらしょ。え。かわいいの釣れた。プリティえ、皆さんこんにちは、川辺です。というわけで、というわけでってなんだっていう、ヤバイブランドからカッパフロッグ、発売されてます。今日はこいつの動かし方ですねと、釣れたらいいな釣れたらいいなっていう感じの動画ですと、こちら4月発売、あ、もう発売されてますね。これデカタヌキ、ヤマタヌキのでかい方、 3.5 インチデカタヌキ、こいつでちょっと釣りをしてみたいと思います。デカタヌキはちょっとフックの、刺し方に工夫があった方が、腹筋がいいっていうのを気づいたんで、後ほど説明させていただきますという今日は動画です。最後までどうぞよろしくお願いします。えい、デカタヌおすすめアクション投げる、沈める、ボトムに置く、ここが一番大事ですね。置く、止めておくっていうのでゆっくり10数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9でいきます。ワンアクション、もしくはパンパン、ツン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 って逃げさせて落とします。で待ちます。まあこれが繰り返しですね。あとは単純に、まあこれちびたぬきも一緒ですけど、ずるずるボトムをずるずるしてくる、ずるずるゆっくりね、ボトムから離しちゃダメ、離さないようにずるずる、まあ、日によってはスーッて上げることもあります。でフォールで見せてボトムについた時ぐらいにだいたい食ってくるもあります。一番おすすめはボトムにつけてププン待つ、これですかね。これが一番簡単だと思います。意外にボトムズルズルってみんなできないんで、早くなっちゃうね。で中層スーッと浮いちゃうみたいな感じになっちゃうんで、だから、まあ、でも出方のは重いんで 16g あるんで、デレーっとできるかな。デレーっとデレーっとズルズルやる時の肝は竿をギュッと握らない、軽く軽く竿は手のひらに乗せる感じで、こういう感じでこういう感じでツルツルテレテレってやると当たりもボトムもしっかり取れるんで、竿はきつく握らない、これが、基本、基本っつったらあれですけど僕の基本です。落として見せて6、7、8、9、来ないねでもこんな感じが結構効きます。場合によってはすごい待つ時もあります。場合ってもう自分のそれは感覚なんで、待ってれば食うっていう時もあるんで、本当に何もしないで待ってるだけでいいっていう時ももちろんあります。ゲーリー待ってるような特にその傾向が強いんで、待っときゃ釣れる時もあるんで待ちましょう。で忘れた頃にプンってやったりするといいんですよ。でこれね、待つのなんでいいかって言ったら、その後のアクションとかズルビーた時とかワームが浮きづらくなんですよ。なぜかって言ったら、待つことによって
まあ僕はフロロカーボンのラインを主に使うんで、フロロカーボンラインは沈むんですよ。そうするとラインも沈んでってくれるんですよね、ボトムに待ってれば。そうすると次に引いた時にバーンって上に浮かないで横に動いてくれるんですよね、ボトムに張ってくれるんで、そういう利点もあります。待つっていうことの利点は、なのですぐに動かさないでちょっと待ってみてください。こんな風がもうとんでもなく強いんですけど、今日こんな日も待ってればラインは、まあ、あんまり上に上げてると流されちゃいますけど、水につけといてあげれば竿先とかをラインがフロロカーボン沈んでってくれるんで、よりボトムを這わせることができます。寒いじゃん。よいしょよいしょ。よっこらしょ。え、かわいいの釣れた。プリティープリティよし。じゃあこのデカタヌキのフックセットのやり方ですね。これはすごいフックの50です。だいたい50ぐらいあれば、40でもいけますけど50の方が、腹筋はいいと思います。でどういうふうにフックセットするかというと、これダメです。正解はこっちです。わかるかな、この差が、この差わかりづらいか、こっちから見た方がいいか、皆さんから見たら。これじゃなくって後ろ、こっち側、要するにこのフックのこのベンドしてるところがこのケツの方に近いところになるべく行くように刺します。で刺し方は後ろの方にやりたいんで、ビューッとまっすぐ刺してちょっと奥目に刺すんです。奥目に刺してあげて、グイッと出してするともうこうなりますよね。テールの方に寄ったところにこの曲がったところが来るように、なのでそこにこの先っぽの方が来るように刺してあげて、よいしょ、割れ目から出てくる、これです。こういうふうに刺してあげれば完璧です。これで圧倒的にあの腹筋が良くなります。これあのチビタヌキもそうなんですけど、こっちに刺した方が圧倒的に腹筋が良くなるんで、腹筋しねえよっていう前に一回こっちのセットを試していただきたいなと思います。知らない人に教えてあげてください。よろしくお願いします。トップウォーターやるときに必要なのがテクニックはドッグウォークですよね。で、ドッグウォークできる人もいるし、できない人も中にはいると思うんですが、リストの力がちょっと弱いとやっぱり竿が柔らかけはできるけどちょっと硬くなるとできなかったりするんですよ。でもやり方を知ってれば実際できるかもしれないんで、ちょっとそのやり方だけ説明しますね。ちょっと今スピニングなんですけど、キャストして、で、意識的には竿を動かすっていうよりはこの竿のお尻、ロッドエンドをもうふくらはぎじゃねえな、なんて言うんだろう、こうな、手のふくらはぎ
ここに当てるっていう感じ、当てる当てる当てる、それをこれを使い、この筋肉使いながら当てるっていう感じ、当てる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 、これをあと、リールのラインを巻き取り、ゆっくり巻き取りながら当てる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 、今ちょっと大きい動きだったらこんくらいになるんですけど、ファン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 とかなるんですけど、これカッパフロークはもうちっちゃくテーブルターンさせたいんで、ちょん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 ちょっ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 ていう、ここに当ててるんですよ、当ててるっていうことです。肝はここに当てる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 、リストを使って当てる当てる当てる、これはどのトップウォーター、あのドッグウォークさせる時にもにも絶対このテクニックがあると便利なんで、ちょっと皆さん試してみてください。夏のバスっぽいやつもしかして、ほらピロピロピーだよ、一切無視されてる、そういうやつが沖にもいたりするのかな。もうちょっと表層系を巻いてみる、お当たったわ、いたわ、本当に擦れてる擦れてる、こっち来てこっち来てこっち来て、お願いします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 、イエーイお疲れ様です。フロックね、なんか出たけどちょぼって、ね、あんまりバイトにこう元気がなくて、口の中にボンって入れるような魚が出てこなかったのが残念だったんですけれども、まあデカタヌキはよく釣れたし、まあ他にちょっとグラブのスイミングとか癒しの釣りもさせてもらって楽しい一日でした。皆さんもなんか釣れねえなって時はちょっと管理釣り場来て、楽しんでみるのもいいと思います。テクニックを覚えるには管釣りが一番なんで、ぜひ、この釣りちょっと覚えたいなとかやってみたいなっていう時は管釣り来て試すのも、一つかなと思います。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。